どうも、ゆでまろです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はね、コーヒードリップスタンドの、簡単バージョンということでお送りいたします。材料はすべて100均で揃えております。費用はね、全部でも1000円以下ということでお安くなってますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは DIY スタートです。まずね、ヒノキの板、こちら2枚を、使います。で、やっと黒いペグをね、100均で手に入れてきたんで、これ使っていこうかなと思います。底板の方はね、カットせず穴を4箇所開けて、で、端っこからね、15ミリ付近に、マークをつけていきます。あとはもうね、ドリルで穴を開けていくだけですね。ドリルの径は、Φ10 を使ってます。はい、こんな感じで加工が完了いたしました。ちゃんとね、このペグに、ペグがね、穴に入るかどうか確認してます。ちょっとね、角度が甘いので、もう少しこう斜めになった方がいいなと思ってますね。で、穴はやっぱりヤスリとかで削っていくと、天板にしっかりこう合わせた角度になりますので、微調整はやっていく必要がありますね。それでは、天板を製作していきます。長さはね、230ミリでカットしていきます。だいたいまっすぐ切れればいいので、手の子で十分ですかね。こちらもね、端から15ミリの位置に穴を開けていきます。先ほどね、下穴なしで加工したらですね、ちょっとひびが入っちゃったんで、Φ2 くらいの下穴を開けた方が、いいかなと思って開けてます。それではね、本番は、Φ8 で穴を開けていきたいと思います。大丈夫そうですね。次はね、ドリッパーの穴を、加工していきます。直径が約 48.2 ミリということですね。それではホルソーFi52 を使って加工していきます。結構ね、時間かかっちゃうんで、やっぱりボール盤でこうまっすぐいつかね、開けれるようになりたいなーなんて思ってますね。はい、で、加工が完了いたしました。ゴールドウッドワックスの、ラスティックパインですね。先ほどね、カットした端材もね、無駄にしたくないんで、何か作っていこうかなと思います。ところで、コーヒードリップスタンドって必要ですかって声が聞こえてきそうですよね。ぶっちゃけね、コーヒー飲むだけなら必要はないかなと思います。じゃあなんで作ってんのってね、言われちゃいそうなんですけど、カフェとかね、コーヒーをドリップしてる人はめっちゃかっこよかったんでね、それをやっぱり真似したくなったんですよね。そういったことで DIY を始めているんですけど、手間暇がね、やっぱかかるから、それでも作るんですかみたいなこと言われるんですけど、時間をかけるとね、達成した時のこの幸せ感っていうのは長続きするんですよね。レジャーランドとかでね、2時間待って3分楽しむみたいな感じなんですよ。苦労した分ね、幸せも絶対大きくなってね、一杯のコーヒーもね、美味しくなるもんなんですよね。
それではフィルターホルダー作っていきます。アンティークなノブが、お家に残ってまして、こちらを使っていきます。で、まあカット後の端材が、まあ、このような感じなんですけど、まあ、四角い方に穴をね、開けてですね、でアンティークなノブに付属していたネジをスポッとこう差し込みまして、であのホルソーで開けた、残りとね丸い板をはめてですね、でネジで固定する。まあ、これは単なる蓋みたいになるんですけど、あとはこのミニアングルを追加していきます。こちらも確か100均で売ってると思いますね。20ミリぐらいですかね、長さは。まあ、かなり小さめのネジで両方固定していきます。はい、でこちらもね、あのワイヤー100均で買ってきました。あとはこれをね、アングルにスポッとこう通していきまして、でラジオペンチでですねくるっとこう折り曲げると、反対側も同じような感じですね。クイッとね、クイクイッとこんな感じで、まあ止め方は何だっていいんですけどね。はい、これで完成なんですよね。それでは組み立てていきたいと思います。まず底板の方に、ペグを差し込んでいきます。まあ4本使うんですけど、バランスよく立つかなと考えてますね。あとはね、天板乗せるだけですね。まあ組み立ては本当に簡単なんですよ。でこの端材タッチはね、コーヒーのフィルターですね、ペーパーホルダーに生まれ変わりました。まあノブを使ったのは斜めに自立させるためでもあります。いい感じだと思います。であとはね、これが横にこうスポッとくっついて収納できるということです。はい、ということで完成いたしました。それではね、最後、コーヒーを入れていくんですけど、まあ静かに私はしたいと思います。ありがとうございました。